今日は野瀬みやびさんをゲストにお招きしています。みやびさん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では最初に簡単に自己紹介をお願いします。はい、大人コーンスタイルグロー代表の野瀬みやびと申します。私は西洋占星術をもとにしたオリジナルのメソッドを使ったエッセンシャル占星術養成講座の主催と、あと、こちらにあるんですけれども、西洋占星術をもとにブレンドしたオーガニックハーブティーの、物販をしております。ありがとうございます。みやびさんと最初にお会いしたのは去年の11月ぐらいだったと思うんですけれども、はい、その時こう悩んでた状況だったりとか、その時の状況をまた思い出して教えていただけますか。はい、はい、あやさんに出会った時、去年11月ですよね。はい、あの時はですね、私起業しまして、8年目だったんですけれども、2010年に起業した時は西洋占星術の個人セッションの方をメインでお仕事をさせていただいてたんですね。はい、でそれから、約5000人ぐらいの個人セッションを、すごいですよね。はい、させて、ありがとうございます、させていただきまして、で2017年からは私と同じように個人セッションをできる人を育てるという養成講座の方を始めたんですね。で、50人の、受講生の方が卒業していったんですけれども、ほとんど、9割の方が会社員の方 で、私と同じように占星術が好きで学んでくださっているんですけれども、やっぱり世の中の占いっていうイメージがちょっとおどろおどろしいイメージっていうふうに思われる方が多いみたいで、なかなかせっかくメソッドを学んで個人セッションをできるところまでの段階まで行ってるのに、人に占星術を学んだことを言えないっていう方が多かったんですね。で私がこう伝えていきたい占星術っていうのは、こうおどろどろしいものではなくて、世の中にこうコミュニケーションツールとして使えるものだったりとか、自分の長所とか短所とかそういうことを客観視できるっていうメソッドでお伝えしているので、そういったものをもっとうまい形でこう広げていけたらいいなと思って、あやさんのコンサルを受けさせていただきました。なるほど、そうですよね。最初に言われたのがやっぱり占いのイメージみたいなものを大きく変えたいっていうことを、すごく言われてましたよね。はい、実際にこの体験コンサルという時にお越しいただいて話をする中で、こう申し込みに至った経緯とかっていうのを覚えてますか。はい、一番はすごくあやさんと感性が合うなって思ったのが、一番こう決め手となった、ことなんですけれども、なんか私本当に感覚でものを話してしまうところがあって、その言葉、例えばなんだろう、キラキラしたイメージとか真面目なイメージって言っても、こう想像するものって人それぞれ違うっていうことがあって、何かこう制作をする時とかでも、なんか自分のイメージと全く違うものがこう仕上がってきたっていうことがこれまで多々あったんですね。でそこがすごく感性があやさんと合うので、なんかあやさんにその感覚で言ったことが、それをこうビジュアル化してくださるのが、なんか私が、あ、そうそう、これを言いたかったのっていうのがすごく、そこがあったっていうのと、あともう一つはあやさんがこう自然体のままでとか、ナチュラルブランディングっていうのをキャッチコピーにしてると思うんですけれども、私自身も一番大事にしているのが自分らしさっていう、無理なくこう作り込む自分じゃなくて、自分の本質を大事にしたいっていうのが、大切にしていたことだったので、そこも大きなきっかけとなりました。ありがとうございます。そうですよね、やっぱりそのブランディングも本当に本質をっていうところと、みやびさんの、エッセンシャル占星術もやっぱり本質を、考えていくっていうところで、そのあたりもすごくなんかこうマッチしてたなっていうのを、私も思いました。あとみやびさんが最初に言われたので印象的だったのが、今のこうヘッダー画像も、なんだろう、ベストかって言われるとそうじゃないんだけど、でも何が違うかっていうのをうまく言葉にできなくて、でそれをこう、デザイナーさんに伝えられなくて、なかなか、じゃあ何が違うのかっていうのがなかなか言葉にできなかったって言われたと思うんですけど、そのあたりとかですかね。そうですね、あとは、
8年間こう起業してきて、伝えたいことっていうのが私の中にもベースは一緒なんですけれども、こう変わってきたっていうのが自分の中の違和感に、あのちょっとヘッダーを見た時に、なんか8年前の自分だったらしっくりきたんですけれども、ちょっと今の自分ではしっくりこないっていうのがあって、でも確かにあやさんがおっしゃるように、それが具体的に何なのかっていうのが、なんか自分一人では探せなかったポイントになります。なるほど、はい、そっか、そうですよね、リブランディングが必要だなと思ってたっていうのも最初にすごく言われてますね、なるほど、はい、実際に、コンサルをしていく中で、まあ、ビーナス占星術っていうその金星に特化して、はい、アピールしていこうっていうような話が出てきたと思うんですけど、その時にどんな印象を受けましたか？そうですね、今まで私は占星術師だったので、ホロスコープの中にはビーナスっていう金星だけじゃなくて太陽星座とか月星座とか水星星座とか10個の惑星があって、それをこう読んでいくことで、これだけホロスコープの中にその人の魅力が詰まっているんですよっていうようなお伝えの仕方をしていたんですけれども、それはもうすでに占星術に興味がある人には響く言葉なんですけれども、占星術が全くわからない人にとってはあまりにも最初のこう情報量が多すぎると、すごく難しそうに感じるとか、なんか圧倒されてしまうんですよね、情報に。で実際に占星術の業界でやっぱりカリスマって言われてる人は一つの惑星に特化して伝えていって、そこでムーブメントが起きるっていうようなことを実際にこう見ていたので、じゃあその中で私にとってそのキャッチーなものって何だろうっていうのがずっと考えていたテーマでもあったんですね、はい、でその時にあやさんがヴィーナスっていうふうに、こうおっしゃってくださって、ちょうどヴィーナスっていうのが女性にとっては、恋愛観だったり女性としての魅力だったり、ファッションっていうのが分かる分野なんですよね、でまさに私は結婚相談所も、7年間やってましたし、今回のこのハーブティー の、パッケージもその星座ごとに合ったファッションっていうのをイラストにしているので、なんか全部、私というキャラクターとこれまでやってきた経歴とあとサービスとか、自分が提供しているメニューっていうのが全部、そこに集約された感じで、あ、これだっていうふうに思いました。そうですよね、なんかあの時ね、なんか来たみたいな、来たって感じでしたよね、小田裕二じばりにね、はい、すごい覚えてます。私もそのね、これそのまでにこうコンサル重ねてきて、なんかこう宮城さんの中で、宮城さんがもともと占星術に興味持ったのも、ファッション誌、の占いがきっかけ で、でそこからずっと子どもの頃から好き で、で本来そのファッション誌の、占いとかはなんかこう明るく、明るいものなのに、なんかいざこう占星術が仕事になるとちょっとこう閉ざされた世界だったり、そこにちょっと違和感があって、もっと、広くやっていきたいっていうようなところが、なんかこう金星っていうところが一つのテーマで、まさに結婚相談所やってたとか、キャリアもマッチして、なんかもうこれしかないっていう、感じが出てきましたよね。実際にそこから、それを表現するキービジュアル撮影をやったりしたと思うんですけど、そのあたりとかはどうでしたか？そうですね、キービジュアルも最初は私が結構好きな世界観っていうのが自分の中でいくつかあって、でなんか自分一人だとこういうなんか今っぽいイラストっていうのと、あともう一つこう優雅な世界観が好きだったりするので、そこがどうしても統一感がなかったんですね、でそこをこうあやさんが考えてくださったアイデアでなんか一致する世界観っていうのが作り上げられたので、すごいこう良かったです。そうですね、はい、いろんな、写真とかをこう集めながら、こう何がマッチしていて、ここに何が違和感があるかとかっていうのを、少しずつやっていく中で、来たっていう感じがありましたよね。ありがとうございます。宮城さんはもう企業歴としてはもう8年目、今
私ね9年目ですね。そうですよね、はい、で全然もうそことしては私より先輩なんですけれども、うん、なんかこれまではあんまりこうそういったコンサルとかを受けずに結構独学というかここまでいらっしゃったっていうのがすごいなと思うんですけど、はい、でもこの8年目9年目のタイミングで、うん、あのこのブランドのコンサルティングっていうのを受けてみて、うん、なんか良かったなと思うところはどういうところですかね。そうですね、うん、今まで、うん、あのペルソナを考えたことが一度もなかったんですね、うんうん、なのでやっぱり自分のその時の、まあ、感情とか、うん、自分がこう興味があることっていうのがこう結構ブレがちというか、うん、こうある意味こう一定とか安定ではなく、うん、その時その時で自分が伝えたいことを伝えてたので、多分本当にこうずっとあのブログとかメルマガを読んでくださってる人にだったら、うん、何を書いてもその文章自体とか考え方を気に入ってくださってるので、うん、響くんですけれども、うん、新しい方が私のブログを読み始めた時に、うんうん、なんか誰に向けてのメッセージなんだろうっていうのが結構曖昧だったと思うんですね、うんうん、そこがペルソナをこう一緒にあの考えてくださったことで、うん、何か自分の中でブレがあった時にそのペルソナに戻ったりすると、うん、まあ、一本軸が通るというか、うん、そこができたのがすごい良かったと思います。そうなんですね、はい、うん、すごいペルソナを書いてあの書き出してもらうワークとかもあったと思うんですけど、はい、うん、これ宮美さんもねすごい何回も何回もやっぱり真剣に書き直してくださって、うん、はい、うんうん、その度にすごく、ね、イメージがこうより具体的になってくる感じが私もあったなって思います。ありがとうございます、うん、あとはそうですね、今、このコンサルをなんか他の方に勧めるとしたら、うん、はい、どういう方に勧めたいなと思いますか。そうですね、うん、まあ、これから起業する方ももちろんなんですけれども、うん、私みたいに、まあ、リブランディングですよね、うん、あの起業して数年経って自分の方向性が少しずれてきたとか、うんうん、あとやっぱりこう私もそうだったんですけれども、まあ、時代が変わるとなんか同業者が一気に増えるんですよね、うんうん、ちょうどこう、ね、SNS 起業とかが流行った、うんうん、あの時なので、なんか私が最初起業した時っていうのは、うん、もう占星術っていうとその占いの館にいる人か私みたいにこう、うん、普通の会社員でそのまま占星術師になったっていう人で、うん、そこで差別化が図れてたんですけれども、うん、8年経って自分たくさんになって、はい、うん、同じようにっていう方が多いので、うん、多分こう同業者っていうのが どんな職業でもたくさんこう増えてきてると思うので、うんうんうん、その中で自分は何が強みなのかっていう、うん、差別化を図りたい人、うんうん、そういった方におすすめです。うんうん、ありがとうございます、はい、うんうん、最後に宮美さんから見たこう村本彩ってどんな人かなっていうのを教えていただけますか。はい、彩さん本当にこうお話ししやすいし朗らかなんですけれども、うん、私がこう一番あここってすごい強みだなっていうふうに感じたのが、うん、客観性とバランス能力にすごく長けている方だなっていうふうに思って、うんうん、はい、やっぱりこれまでマス向けのお仕事をしてきたので、うん、なんかこう主観っていうよりも世の中にこれはどう見えてるのかっていう、うん、マス的な客観性っていうところがすごくこう、うんうん、なんか優れてるなって思ったのと、あと彩さん天秤座なので、はい、もともとこのバランスを取ることっていうのが天秤座の人の特徴なので、うんうん、なんかこう偏らない考えというか、なんかすごいこうアドバイスをいただく時にもなんかこうニュートラルな、うん、アドバイスをいつもいただけたので、うんうん、なんかそこがすごくありがたかったです。はい、あ、そうなんですね、はい、私も宮美さんとお話しする中で、うん、あ、自分の強みはやっぱり天秤座だっていう、うん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 、そこを改めて感じたりもしましたね。え、ね、うんうんうん、そうですよね、マスノとかだったりそうですよね、うんうん、そういうところも天秤座から来てるのかもしれないですね、はい、そうですね。はい、ありがとうございます。今日はたくさんお話伺わせてくださってありがとうございました。こちらこそありがとうございました。